みなさん、こんにちは。おにぎりくんの日本語発音教室へようこそ。私はサチです。日本語の発音や口語の指導をしています。日本語の発音についての動画をいろいろ配信しているので、興味がある方は過去の動画も見てくださいね。最近。 日常会話の授業中に、次のようなやりとりがありました。えー、最近、何かおいしいもの食べましたかひょうこけのかきを食べました。海のクリームみたいな味でした。それは海のかきですね。かきと発音すると、えー、果物の意味になります。 日本語学習者の皆さんとお話しするとき、私は文脈から話の内容を予想しながら聞いています。それがもし新しい話題になったとき、予想することが難しいかもしれません。特に先ほどのように、食べ物という概念が同じ場合は、食べるという動詞からは、柿 ななのかなのかか判断ができませんですから生徒さんが「海のクリーム」と言ってくれなければ私たちはずっとお互いが異なる食べ物について話をしていたかもしれません日本語の単語のアクセントは少し間違っていても意味は理解できることがほとんどです ですが、時々混乱することもあります。今日は授業で、実際に生徒さんがアクセントを間違えてしまった単語を15個厳選しました。女子と女子女子って難しいですね。 彼女と何かあったの生徒さんは文法の女子と言いたかったようですが、アクセントが間違っていたため、私は女性のことだと考えてしまいました。これは前後の文脈がないと判断が難しいですね。意外に間違えている方が多いのでお気を付けください。 この違いいでです。す女子って難しね。買うと買う今度猫をうつもりです。と値段はいくらですか 猫につながる動詞は、買うも買うも可能ですので、私は購入する意味だと考えて、値段を聞いてしまいました。そこで生徒さんが少し驚いた様子を見て、間違いがわかりました。この違いです。猫を飼うつもりです。 猫を飼うつもりです。酒と酒今日の朝は何を食べましたか酒です。私は文脈から生徒さんが冗談でアルコールの酒と言ったのだと思いました。 その後、魚の鮭と言いたかったことがわかりました。この違いです。鮭です。鮭です。です虹と虹。 雨が降った後、二時になりました。ちょうど二時だったの。生徒さんは、空に七色の虹が出たことを伝えたかったようです。私は、時間の二時だと思ってしまいました。この違いです。虹が出ました。 2時になりました。秋と秋。いい旅行でよかったですね。はい、電車にも秋がありました。秋の旅行について話をしていた時の会話です。私は生徒さんが。 電車の中に何か飽きを感じるものがあったのかなと考えました。ですが、実は電車に席の空きがあったと言いたかったんです。この違いです。空きがありました。空きがありました。 電電電気と電気気と小さい頃、どんな本を読みましたか電気です。私は生徒さんは科学に興味があるのだと思ってその後、エジソンの話をしました生徒さんは偉人の歴史である電気といったつもりだったのですが お互い間違えた理解のまま、話は進んでいきました。この違いです。電気です。電気です。年と都市。私の都市は複雑です。 確かに20代は大変だよね新しい話題になった時私は生徒さんが年齢のことについて話をしたのかと考えましたですが本当は住んでいる場所のことについて話をしたかったようですこの違いです私の年は複雑です 私の都市は複雑です。四角と四角。四角を見てください。どれかな？履歴書を書くとき、四角の欄があってそこを見てほしいという希望でした。私は図形の四角。 だと思ったので、どの項目の四角を見ればいいかわからず、混乱してしまいました。この違いです。四角を見てください。四角を見てください。富士と富士 明日、栃木県にに富士を見に行きます。栃木県じゃなくて静岡県ですね生徒さんは栃木県に富士の花を見に行く予定でした私は富士山の富士だと思ったので静岡県だと言ってしまいましたこの違いです。富士を見に行きます 富士を見に行きます。木と木その神社はどんな場所ですか大きな木があって力が出ます。私は神社に神聖な木があるのかと思って話をしていましたが、会話の途中で 木ではなくて、木だと気がつきました。この違いです。大きな木があります。大きな木があります。今と今。 この部屋、いいですね。はい、今がすごくいいです。不動産の仕事をしている生徒さんと、ある部屋の間取り図を見ながらした会話です。生徒さんは部屋の一部のことについて言いたかったのですが、私は現在のことだと思ってしまいました。この違いです。 今がすごくいいです。今がすごくいいです。昼と昼ヒマラヤに登ったとき、昼がたくさんありましたよ。何度も昼があるの生徒さんは最近、 ヒマラヤ山脈に山登りに行きましたその時水たまりに「昼」がたくさんいたという話をしたかったのですが「いる」と「ある」の動詞が違ったため私は時間の「昼」だと考えてしまいましたこの違いです「昼」になる「昼がいる」 暗算と暗算私は暗算が得意です。それはきっと暗算ですね。これは明らかに間違いなので、すぐに訂正したのですが、生徒さんはかなり恥ずかしかったようです。二人で一緒に笑ってしまいました。 この違いです。暗算暗算演技と演技その俳優さんは本当に演技が悪いんです。過去に何かあったんですか生徒さんは 表現の演技だと言いたかったのですが。演技が悪いという慣用句があるため、私は予想ができませんでした。この違いです。演技が悪い。演技が悪い。本日の勉強はここまでです。 もしこの動画が役に立ったと思った方はぜひいいねボタンを押して教えてくださいねそしてもっと勉強がしたい方はおにぎりくんの公式サイトもご覧くださいまた個別指導をご希望の方はそちらからお問い合わせくださいねこれからも一緒に頑張りましょう